ホーマ D701i は三菱電機によって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末製品である。若い女性をターゲットユーザーと想定して開発された三菱電機製ホーマ端末で果物をイメージしたカラーバリエーションにその意図が見て取れる。また同社の端末としては少数派の折りたたみ型デザインを採用。その理面、 液晶側ボディに得意なアークのキャラクターラインを配し、メロディ再生時や通話時の声に連動して、このラインの光の色が変わるエモーショナルイルミネーションを搭載している。テレビ電話はキャラ電には対応しない。ドコモの新サービス、iChannel に初号機として対応した。また iChannel の設定機能として、文字の色の変更やテロップのスピード調整も可能である。 ドコモで初めてネットワークから正確な情報を自動的に受信する、いわゆる狂わない時計機能である自動時刻補正機能が搭載された。この端末は直後に派生機として音楽再生機能に特化したミュージックポーター2を生み出している。キャリア及び端末メーカーからの重大な不具合報告は現時点でない。ありがとうございます。